メンタルトレーナー目標達成ナビゲーターの西田初美です。今回9月の19日土曜日に私株式会社サンリの代表西田初美とサンリの能力開発研究室の室長である臼井博文と2人でですねコラボセミナーを開催します。今回 YouTube での配信になります。今までですと私2年に1回ぐらい公開セミナーという形で東京でやらさせていただいてました。今回ですねこのコロナ禍の状況がございますのでなんとオンラインで配信できるんですね。でせっかく東京で今までやっていたのを東京に限らずですねオンラインだったら全国の方々がその場でご覧いただけるということで今回考えたのは何かというと今まで私27年間この仕事をやってますが一度も明かしたことのないことを話します。それが何かというと SBT スーパーブレイントレーニングの中でなぜアスリートがなぜビジネスパーソンがなぜ受験生が一気に能力を飛躍させていくのか。それは一番最初に私たちが指導するときに心理検査をやるからです。これたくさんの心理検査があります。マインドのチェックであったりまたパーソナリティ性格のチェックであったりモチベーションのチェックであったりそして試合当日の競技力のチェックであったりたくさん心理検査がございます。その中で今回は特にアスリートにフォーカスしてアスリートの心理検査の中でなぜ超一流になったのかそれをお話ししようと思います。実際に今日も少し話だけしますが何をしているかといったらですね例えばプロ野球の選手のマインドのチェックの心理検査で最高得点を挙げた選手がいます。それが何かといったらですね各項目20点満点そして10項目あります。合計200点満点その方は10項目あるうちに上からですね20点、16点、20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 点、19点、20点合計で195点上げてるんです。ほぼ満点。当時のプロ野球選手の平均が148点です。これを見てもものすごい心理状態で戦っていたことが分かります。これ過去最高です。プロ野球選手のねそれがサッカーであったり野球だけじゃなくてですね格闘技であったりいろんな競技において傾向と対策が全部分かってるんです。だから何かというと今回皆さんにお伝えしようとしているのは実際にメジャーリーガーになった子どももいる、ね、野球少年がメジャーリーガーまで進んでいくまた前回のオリンピックで金メダルを獲得した選手の心理検査もデータがございます。なぜそういう結果と成果まで導き出されたのか。よくあるメンタルトレーナーというとですねただ背中を後押しする気合を入れてあげる熱く語ってあげるそういうことはございます。だけどそれだと再現性がありません。なぜかというと向き不向きがあるって言われちゃうんです。メンタルを指導するのに向き不向きっていうのは本当はありません。なぜかというと彼らの心理データによってですねそれに基づきそこの問題点つまりブレーキがかかっている部分を外してあげればいいんです。だからこの心理検査のデータからですね今回は一流になるためにそしてその上の超一流になるためにはどこの心理面が必要なのかそれを考察し初めてです公開させてもらおうと思っています。ぜひですねビジネスでももちろん役立ちます。ビジネスでも心理検査を取っていますのでビジネスの方もそうですしもちろんお子さんでスポーツやられている親御さんがいたらですねぜひこれ参考にしてみてください。今回初めて YouTube のライブで公開させていただこうと思っています。このセミナーの時だけの公開になりますので、ぜひ楽しみにしてください。現在お申し込み人数制限してませんがここからちょっとたくさんになりすぎても困りますので人数制限をちょっとしようと思っています。特別公開ですのでね。なのでもし興味のある方は今すぐお早めにお願いしたいと思います。はい、ということで9月の19日楽しみにしてください。西田初美でした。ナンバーワン。